きょう兵庫の丸尾真紀県議たちは知事のパワハラなどをめぐる疑惑について議会が調査を行う百条委員会を設置するよう議長に申し入れました今年し3月、西播磨県民局長だった男性職員が斎藤知事を告発する文書を一部の報道機関などに配りました。 県は内部調査の結果、告発文は事実無根だとして、男性職員を定職3ヶ月の懲戒処分としました。一方で一部県議は、調査は客観性に欠けるとして再調査を申し入れ、斉藤知事は昨日第三者委員会による再調査を実施すると明言しました。 今日、一部県議は、第三者委員会に加えて、百条委員会での調査も必要だと訴えました。まあ人選とか調査方法も含めて、知事の利害関係者や、それに相当するような方々による、委員による調査が行われるんじゃないかっていうような懸念も排除ができないと。百条委員会が設置されれば、議会に調査権が認められ、関係者の出頭や証言を求めることができます。

兵庫県議会の場合、議長を除く過半数43人以上の賛成が必要となります選挙戦で斉藤知事を推薦した最大会派自民党議員団は今日設置についての対応を協議現状、所属議員36人は賛成派と反対派などに意見が分かれています百、えー、条調査権は 通常の審査や監査では明らかにできない場合の真相究明のための最終手段とそれも含めて我々会派としては今後、検討を進めてまいりますとあくまでも検討でありますからね、検討また同じく斉藤知事を推薦した21人が所属する第2会派の維新議員団は 第三者委員会、第三者機関の,、ね、あの内容についても、まだ何も決まっておりません、まずはこの第三者委員会、もしくは機関の設置をです、ね、しっかりとやって、県民の皆さんにいい事実関係を説明する、ご納得をいただくというのが最初かなという,ふうに丸尾県議たちは、百条委員会の設置議案を、早ければ6月議会で提案したいとしています。 連日お伝えしているこのニュースですが菊地さんどううご覧になりますかそうですかそでねあの百条委員会というのはあの国会で承認喚問というのがありますよね、ねええ、あれの、えー、地方議会版だというふうにあのご理解いただければと思うんですけれども聞くところによるとブ、えー、そのぶ。 ピンの呪ュ,ュな,ののなどの,その疑惑もあるということですから、はい、これはちょっとあの有識問題であってですねうん、うん、でその告発内容も比較的その具体性があるということでい、うんまあ、いかげんのものではないようにもあの読めますのでね。最低 公平なその第三者委員会できちり調査をすると。うんうん、で、それが叶なわないならば、あの、この百条委員会。これも当然視野に入れて検討を進めていただきたいです,、ね、ですね。百条委員会設置ということになると、また第三者委員会とは、かんさん、別の形での調査が進められるということになります、ね。そうですね。これは県議会が設置するもので、本当に強い調査権限があって、まあ議長すれば罰則もありますし、まあいわ。 かなりの強制力を持って調査ができるので、はい、もし設置されればですねかなりまあ事実解明には進むんじゃないかとということは期待されますねまあ議会の中でも知事自らが県民に対して説明する場というのも設けられるということになりますので実態解明につながることが望まれまれす関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございますチャンネル登録よろししくお願いします。